はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編第9章やっていきたいと思います。あ、そうか必ずここから始まるのか。なんだ、お、刹那の弓、てか弓使いいなくね、こいつなんだ。ん、あ、そっか、お前も天魔だったか。ここはだって飯ないしな。ありがとう。特に話しても何もないか。うん、マイルーム、マイルームも何もないっしょ。ちょっと説明読んでねえし。マイキャッスルが昼夜になるたび仲間を招待し触れ合いができます。ハートマークがついた仲間と触れ合うと仲良くなります。さらに誰かと結婚すると新たな出来事が起こります。あ、そういうことね。結局なんかインターネットで招待するのかと思ってたら全然違ったわ。オロチ、サイラス、なんでサイラスにハートがついてんだ気持ち悪い。フェリシア、鈴風、リンカ、サクラ、ここら辺はまだあんま仲良くないってことか。そうすると、ハートマークがついてるやつ、オロチかフェリシアじゃねえかよ。じゃあフェリシアだな。メイドを招待しよう。てか、なんでメイドが家にいないんだよ。おかしいだろ。仕事しろ、お前。はい。ミカミックス様、どうかしましたか？何でも言いつけちゃってください。ん？何これ？タッチペンでゆっくり撫でてあげましょう。は？頭撫でてみる。ふふふ？意味わかん。これな、これがついてるよ。何すんだよ。スクロール。意味わかんねえんだけど本当に意味わかんない。ん？ B、 あ、これ上と下ね。お、なんか上の方タッチすると左上向いたりする。あ、超どうでもいいんだけど。なんだよこれ。え、上がってるね、ハート上がってるね。どんどん撫でていこう。これさ、切れんだろこんなふざけんな、触んじゃねえよみたいなこいつイカれてんな。ほら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 、あ、怒られた。やりすぎたか。とりあえずハートいっぱいまであげとこう。大丈夫だろ。おお、ハートがかかった。うわー、怒られた。これだって下の方とか触ったらさ、完全に変質者だろまあいいや、とりあえずこれでやめますか。はい、なんかよくわかんねえ。フェリシアは帰っていきますかなんかさ、怒って帰ってっちゃったみたいな感じじゃん今のじゃあまた明日みたいな感じだとさ、いい感じで終わったみたいだけどさ、帰っていきましたってちょっと武器屋見てみよう。武器屋ってラインナップ変わんないのかな。来たの。お、お前もバイトか。みんな大変なんだな。俺なんかいっぱい持ってんな。とりあえず武器ないよな。結局2000円のこれもな、追撃しにくいっていうそのデメリットがあるからな。これ誰が装備するの。呪術師か。呪い、呪いは自分の能力を強化する。はんはんはん。装備中使うと銃回復。うん、自分で回復もできる感じか。そうすると、いやー、いらないな。なんか作るか。そうすると道具屋を作ろう。龍脈が溜まってるんで。どうやって作るんだ。支援会話。じゃあさっきフェリシアとあれだったの。クスン、私ってばどうしていつもこうなんでしょう。あ、フェリシア、まだそんなところでいじけてる。ミカミックス様、ひどい。いじけてるのに気づいたなら慰めの言葉とかかけてくださってもいいじゃないですか。うーん、でもフェリシアが料理に失敗していじけるのはもう恒例行事みたいなものだし。コホン、じゃあフェリシア、あんまり気にしない方がいいよ。はう、何ですかその形骸化したセリフ。しかも、じゃあって何ですか、じゃあって。クスン、私どうしたらフローラ姉さんのように完璧な家事がこなせるようになるのでしょう。私もっとミカミックス様たちのお役に立ちたいのに。うん、さっきは冗談だったけど、本当に気にすることはないと思うけどな。フェリシアはすごく役に立ってるよ。そうでしょうか。うん、だってほら、戦闘の時とかキャーキャー騒いで敵を集めた上で、問答無用で武器を振るって一掃するじゃないか。あれは素晴らしい戦略だと思うよ。そんな強くないよ、こいつ。あ、あれ、フェリシア、なんでまたいじけたポーズに。ミカミックス様、全然フォローになってないです。あれは戦略でも作戦でもなくて、本当に逃げ回ってるんです。メイドらしく、か弱い女の子らしく、怖い敵から必死に逃げてるんです。そうだったの？しかも論点はそこじゃないです。
私は家事やご主人様のお世話をしてお役に立ちたいという意味なんです。戦闘なんて全然メイドっぽくありません。いやでも今のねメイドはねだいぶ戦闘に参加してるやつらいっぱいいるよ。うん、でもそれなら無理に戦闘に参加しなくてもいいんだよ。それはそれでお役に立てるところがなくなりそうで困ります。そう難しいな。イージーイージー。なんだよお前。 C に上がった。まあいいや、こんなもんか。スキル脱却、そうこれだ、龍がみたいなの。攻撃時技かける 0.75% で発動、攻撃力の半分を与えるダメージに追加。お、いいね。なるほど、そういうなんだ技値とかも重要なんだな。まあ、勝手に上がっていくけど。ってことはちょっと持ち物整理しよう。これいらないよ、使えないっしょ。だって使えるのこいつ。預ける。だってそのために傷薬があるんだもんね。そうすると誰か減ってた。そうだ、こいつが減ってたんだ。ってことは持たせないと。ライブ、あ、これだ。これ何、夏祭りって。こいつ使えなくね。夏祭り秘伝の書、あ、使うと技足す2。これちょっと預けて自分に使おう。これなんかめんどくせえな。秘伝の書とで秘伝、ちょっともう分かんない。秘伝の書を使うと OK。 アーマーキラー一応持っとこう、装備できるかもしれない。あとはこいつライブが使えるな。夏祭り、夏祭りを外さないといけない。うわー間違えた。預けてでこいつに夏祭りをつけると。夏祭りでも使えないじゃん。やっぱ使えないよねこれ。使えない文字になってるよね。こいつ夏祭り使える。よしよしよし。浅間が持ってんのか。お前よこせこれ。槍持ってるこいつ。槍も装備できるんだ。なるほどね。戦闘中に装備はどうやって変えればいいんだ。変えられんのかな。棍棒をなぜか持ってんな。そう、棍棒を手に入れたんだ。これを預けて、棍棒使い誰だっけな。こいつだ。で、これを、鉄の棍棒。鉄の棍棒装備できねえじゃん、こいつ。装備できないよね、これ。うわぁ。同じ種族でも装備できねえのあるんだ。もうめんどくさいからいいや、このまま外に行こう。毎回ここでちょっと時間取られちゃうな。まだ何にもしてないぞ。なんか遭遇戦がいっぱいあんな。マイキャッスル防衛戦とか。遭遇戦、遭遇戦。レベル9って。レベル9って敵強くねえか。外伝とかあるし。ちょっと敵探してみようかな。うわ、いっぱいいる。天神役。風の部族はレベル10だし。レベル9のとこ行ってみようかな。ちょっと今回は第9章じゃなくて、急遽、遭遇戦とかをやっていこう。よし。レベル上げの回。なので、ちょっとここまで引っ張っといてあれだけど。すみません。物語は多分進まないっす。敵全滅。死なの？あ、これか。いらないな。あ、これで見ろってことか。これ後で見よう。説明書に何にも書いてねえなと思ったら、これで見ないといけないのね。弓とか魔法とか。OK、OK、OK。ちょっと今回は戦闘を開始して、レベル上げをしよう。あ、アーマーナイトがいる。アーマーナイト、レベル4。レベル9とかじゃなかったんだって。ボスがレベル9ってことね。陣形は、輸送隊。アーマーキラーってどうやってするっすね。まあいいです。で、弱いやつらをちょっと前に出して、今回はレベル上げなんで。で、こいつは回復役だからここに置くと。
カザハナとフェリシアだな。そうするとやっぱり、あ、ここ何、床、はてなはてなはてな、行ってみよう。え、なんだろうこれ、もらっちゃっていいのかな。真珠を1個手に入れた、やった。他光ってるとこない、あるー。これどうしようかな。こいつ機動力がすげえからこいつに取りに行かせよう。やばい、こっちの戦力がかなりズタボロだ。合流しよう。これはちょっとこい、あー、そうだな、ここに行って早々にアイテムを取ろう。ゴー椿。あ、落とし物だ。大根、これ何、武器みたいな感じなんだけど。あ、エネミーフェーズになっちゃった。ファイヤー。さあ行くよ。マジか、魔法使えた。行って。いやー、マジかこれ。守ってみせる。守ってみせるって言って全然守らねえし。なんかピヨピヨピヨってなってんだけど、なんでこれ。大丈夫？ほら。あ、なんかスキルが発動してんのか。戦闘力18、超弱え。鈴風で倒せるか。そうすると、あ、倒せる倒せる。おじけづくない、くらえ。こっちだ。おっと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 、勝ちました。お、でもそこそこの経験値はあるか。こっちとだいぶ減っちゃってるかな。回復、でこいつだな。倒せる倒せる、よしよし、いけ、コンボ殴れ、あいてー、殴れ、オッケー。あれ、ちなみにこれ防塵にするとさ、2人とも経験値手に入るんだっけ。2回攻撃ができない代わりに経験値も手に入るみたいな。ちょっととりあえず試しでやってみるか。わかんないからっていうか、前やったけどもう忘れちゃったよ一応歌えば経験値は手に入るから、こいつとこいつをここで並べておこう。うおー、向かってきたか、いない、おお、いいね。これは2人経験値手に入ると。来たか、サンダー、こいつも魔法か。反撃できないか、反撃できないよな。ちゃんと考えてくるなこいつ。一マス離れてからの攻撃、ちょっとこれでやってみよう。攻撃と、まあ倒せるかな。さあ行くよ。くらい、18。完全燃焼だな。あー、経験値手に入んねえわ。やっぱ攻撃をしないと経験値は手に入らないんだ。回復と、よーし、ようやくレベルアップ。上がりが遅い。おー、めっちゃ上がった。鈴風はこの辺に置いといて、こいつ倒すと、多分このゲームあれなんだな、ボス倒すと終わっちゃうんだな。こいつなんか持ってる？青銅の槍、アーマーナイト。てか、アーマーナイトの、あの攻撃も、アーマーキラーだっけ？なんだっけ？普通に倒せるし、倒そう。めんどくさいからいいや。あ、防塵だこれ。くらい。なにー、ガードしてきたかー。ノーダメージでも経験値は入るんだっけ、これ。入らねえ。マジでダメージ与えないと。入んないわ。あれ、ボスを倒したらってわけでもなかった。いけ、フェリシア、相性抜群、効果抜群だ。痛くない全然痛くない、上出来です。イエーイ、おお、金ゲット。アーマーナイトはちょっと引き寄せよう。来た、突き立ちするよ。くらえ、よし。まあ元が弱いからアーマーナイトでも弱いな。やった、レベル上がった。おお、やっぱね、力が上がってほしいな、これ力が。
まあいいや、フェリシアでとどめを刺すか。とどめ刺せねえし攻撃しちゃったよ。くらえ、硬い硬い硬い、1しか当たらない。物交換、ちょちょ、それ物の引き渡しだよねこれ、人交換交代で攻撃できねえしこいつ。ちょっとどうしようかな。凛花ここに置いて、でこいつの歌で回復させて、あ、ダメだ、2人になってるから援護攻撃入れねえわ。しくじった、めんどくさい。ってことはもういいや、椿で倒そう。これは完全に強いやつがどんどん強くなっていくな。弱いやつ何もできないからな。よーし、あと MVP って何なのっていう。一応セーブするんだ、セーブしよう、進んでないけど。あ、それでまたこっから始まるのね。大根できた？いや、あ、はい、できた。よし、こいつにちょっと大根あげよう。食事を与える、寝野菜、ボト食えもう食うシーンとかいらないんだけど。おお、1回でレベル上がんな。お、すげ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 、全部上がった。こいつは将来性があるな。ぜひ普通の戦闘に連れて行きたいものだ。え、おお、追いはぎの刀。さっき大根みたいなの手に入れたよね。そういえば誰が持ってんだっけ大根。大根持ち、こいつだ。大根じゃないの、戦闘には向かないいや大根だなやっぱり大根なんだ。攻撃力1、命中率超高い、回避も10上がる。でも装備できないんだけど。大根装備できないってどういうことだよ。大根なんて誰でも持てんだろ。あとなんだ、追いはぎの刀みたいなのを手に入れたな。追いはぎの刀を装備できるやつは、誰だこの画面がよくわかんない。こいつ追いはぎな。三すくみ有利時、ふくはぎ追撃しやすい、威力は5か、命中率85。三すくみの有利時、三すくみだから剣って何に強いんだ、わかんねえや。まあいいや、めんどくさいから。会話がある、会話が、風花と会話できる。誰、なんかいいや、めんどくさい、もうめんどくさいばっかだな。じゃあちょっともう一つの遭遇戦をやりますか。風の部族の村、これって本当に戦うだけ、外伝っていうのをやってみよう。ちょっと待って、その前にまた結局準備をしていく。これじゃなくて水晶玉、データ更新、キャッスル訪問。なんかそう、作りたいんだよ、あれを。本棚。ん？本棚ってこれ？あ、これか。建物を建設したい。建物の配置。あー、いっぱいある。いつの間にか。ミカミックスの像とか、超どうでもいい。この何、林建てるとどうなんの？見た目とキャッスル戦で有利な装飾。キャッスル戦、あ、キャッスル戦はいいや、とりあえず。キャッスル戦か、これも。アイテム等が当たる。くじを無料で引ける。キャッスル戦で破壊不可。ちょ、よくわかんねえな。牢屋。捕虜を収容し、説得や素材で仲間にできる。いいね。武器を鍛錬で強化できる。あ、これいい。道具屋と鍛錬屋を作っとこう。めんどくせえな配置もめんどくさい。何、どっち向き、あ、こういう向きか。はい、これで1個。あと道具屋も作っとこう。ここら辺でいいや、近いから。どうせ移動できるし、あとで。よし、じゃあちょっとこれを見に行こう。
から入るのかな。おや、おお、お前もバイトか。店が建てば建つほどバイトが増えるぞ。夏風、何これ超高いんだけど。離れた自分をじゃなくて離れた味方を自分の隣へワープさせる。いいね。杖杖杖だ。これ傷薬、ヒットポイント20。今10回復すればいいかな。ヒットポイントの薬、これでもショーの間だろ。これ全部ショーの間だよな。そりゃこんなの買えねえもん、普通に考えて。マスタープルフ、レベル10以上の下級兵が上級兵になる。あ、なんか最初の方の説明であったな。自身の素質でレベルそのままで別兵種になれる。支援 S 相手によりレベルそのままで別兵種に。あー、あったね、なんか言ってた気がする。とりあえず傷薬を買っとこう。いっぱい、1個300円でしょ。1個300円もすんの、高えな。5個買って1500円。うん、力これちょっと150円か。ドーピングしとこっかな。ドーピングしてみよう。ほい、ショーの間ってそういえば、またどうぞ。あれかな、ショーが進まなければいいのかな。何を言ってるのかというと、遭遇戦とかでは力は上がったまんま減らないみたいな。お前か。ちょっとこれを、なんでセールなんてあるんだよ。雇の錬成負荷何が足りないんだ。鉱石が足りないのか。そうか、素材がないってことか。何、在庫なしってどういうこと。あ、上に書いてあった、同じ武器2つと鉱石が必要です。同じ武器2つ必要なんだ。っていうか雇の神なんて売ってないじゃん。じゃあマジか。まあ、じゃあこれもちょっと後で覗いてみよう。今回ちょっとこんなんばっかだな。全く話が進んでない。ちょっと遭遇戦やるか。じゃあこっち、風の部族の村。神話とか今更やってもめんどくさいだけだから、戦闘開始。いくぜ、サイラス。あれ、さっきサイラスとかいた、いなくなかった。物語が進んでないからか、アイテムを凝ってるから。椿は完全にアイテム収集係で、お前はここにやって椿のサポートをする。 OK、 ようやくレベル5か。これで待機と。そうだね、武器の扱いが上手くなった。マジか、これそういうのもあるのか。椿じゃないやつが良かったな。結構敵がいるな。呪い師とかレベル7とかだぞ。今俺の平均レベル5だからな。自分だけ10あるけど、まあいいや。ちょっと倒せるやつは倒していこう。くらえ、強い。よし、 OK、 強いやつは強いと、弱いやつは弱いと。あとはこう味方ね、くっつけとかないとね、追撃ができないんで。でフェリシアはなんかここら辺にくっつけて、リンカはこうで、カザハナはここまでしか行けないでしょ。でこいつは回復役だからここら辺に行こう。 OK、 めっちゃ攻めてきたな。参りましょう。やばいぞこれ、死ぬ恐れがある。うお、危ねえ、かわした。潰してやるよ。うお、あっ、おお、追撃。よしよしよし、魔力とかな、こいついらなそう。覚悟はできています。1しか食らわないな。おお、ミスった。こいつは弱い。できればメイドで倒したいな。そうすると援護します。何、魔法か。
サイラスは十分強い。サクラは回復をさせないとリンカとかが結構まずいからな。こいつレベル3だよ、いまだに。どっちが経験値持ってる。まあいいや、一応倒そう。信じてる。行くぜ、くらえ。援護攻撃で倒す。一番効率がいいやり方だな。力上がってくれ。上がらないか。ノスフェラトゥレベル5。あとは、これをちょっとここに置いて倒せるな、一発で。くらえ。弱い。レベルアップ、めっちゃ経験値手に入る。ボスキャラ系で、こいつが余ったから、さくらはもう完全にヒットポイント回復だな。よしよしよし。で、うわ全然進めない。天馬、お前の出番だ。あの右上のアイテムを回収したい。どうしようかな。再造で殺すか。大丈夫だ。ボスフィラトゥは弱いな。打ち取った。打ち取ったり。で、あとこいつが残ってんのは鈴風のペアでいくか。鈴風なら攻撃力がな、弱いんだな、手裏剣。そんなことなかった。金ゲット。うお、狙ってくるか、ここから痛い。主人公強いな。レベルがめっちゃ高いからか。ちょっとこいつともう一回先へ突き進む。反撃しちゃうと敵倒しちゃうからな。一旦様子を見よう。あのアイテムを取るまではちょっと安心できない。まあこういった魔法キャラか。ノーダメージ。しっかり反撃されない位置から狙ってくるな。 AI もなかなか考えてる。まあクソ AI よりは全然歯応えがあっていいんだけど。おお、なんか手に入れた。じゃあこいつを始末にかかるか。フェリシアで倒したいな。倒しちゃうか。でフェリシアはどうせ倒せないんでしょ。再造の鈴風を、いや待って待って待って、再造ちょっとこいつがいらない。さくらで一回減らすっていうのはどうだ。さくら攻撃できんのこれ。さくら攻撃できねえじゃん。マジか。回復しかできない。回復させとこう。減るんだよね、これ。回数が。そういうキャラか。こいつは歌って戦えるキャラなのに、武器を持ってるからか。あの杖は完全に回復役なんだな。なんかちょっと悲しくなってきたな。ちょ、メイドでいいや。攻撃しようもしょうがない。おーし、のダメージで抑えた。これで経験値を稼いでいくか。でこいつってさっき見た、こう手槍を持ってるんだよ。手槍を、これどうやって装備変えんの。あ、これで攻撃できるね。持ってるだけでいいんだ。それは便利だな。そうするとサイラスだいぶ強いな。だいぶ使えるぞ。リンカで倒すか。俺がついている。撲殺。熱い熱い、血にまみれている。もう こっちを狙ってきたか。大丈夫。雑魚が。でフェリシアでとどめを刺すと。まあもちろん援護攻撃ありで。終わってないよ。さすがです。さすがだ。レベル上がらなーい。無双ができれば、でもこれ一人で行くと
全経験値を自分の手にできるっていう感じになるのか。というところで、まあ時間もいいところなので今回はちょっとグダグダになってしまいましたけれども、まあレベル上げはそうっすね、収録するっていうよりはこそこそやってた方がいい感じなんで、次回はまたちょっと本当に第9章進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。